80万。あら、普通はこれくらいするんですが、もしかして払えないというのですか？そのような貧乏な方たちがこの格式高いお店にいらしてたんですか。おかみはまるでさらなる嫌がらせを楽しむかのように信じがたいほどの高額を請求してきた。わかりました。かなり高い金額ですし、現金では持ち合わせていないのでカードで払いますね。なるほど、経費で落とすつもりですか。でも80万円の食事代を会社に請求するなんて無理だと思いますよ。経費が落ちなかったと後で泣きついてこないでくださいね。大丈夫ですよ、あなたに泣きつくことは絶対にありませんから。私の名前は山田のぞみ、30歳の会社員だ。私は現在父の会社で働いている。父はとある企業の会長で、理想的には一人娘である私がその会社を継ぐべき立場にあるが、意図的にそれを選ばず、父との関係を隠してただの一社員として同社に入社した。山田という姓はどこにでもある名字で、同姓の人はたくさんいる。私以外にも同名の同僚が他部署にいるため、私が会長の娘であることを特に話さない限り、誰もその血縁を疑うことはないだろう。私がこのような行動をとる理由は、企業内部の問題を探るためのいわば秘密調査員として機能しているからだ。お前が秘密調査員を買って出るなんてな、何かスパイ映画でも見たのか。いや、これはスパイ映画じゃないんだから。今流行りのスパイアニメか。よく知ってるね。でも違うから。企業の内部を探るって結構真面目な仕事なんだから、ふざけないでよ。この調査員は社内の様々な部署やグループ企業に臨時で配属され、現場の実態を調べ、社員たちの会話から情報を探る。お前、部署ごとにスパイ活動をするなんてまるで忍者みたいだな。黒装束でも着るのか。そうだったら面白いけどね。実際は地味に会話を聞いたり書類をチェックしたりするんだよ。私は自らこの調査員を買って出た。これは誰かがやらないと問題が見えないままになる。外部から見れば企業が順調に運営されているように見えても、内部では気づかれずに問題が進行していることが多い。表面だけ見てるとうまくいっているように見えるんだよな。そうなんだよね。だから問題が大きくなる前に見つけるのが私の仕事。このような問題が遅れて発覚すると大きなリスクとなるため、父を内部から支え、問題を未然に防ぐために活動しているのだ。お前が内部から支えてくれるおかげで俺も安心していられるよ。そう思ってくれるなら嬉しいけど。そんな中、私に外部からの依頼が来た。取引先である岩本会長から特定の店を調べてほしいと頼まれたのだ。岩本会長は父の長年の友人であり、私が自社内の調査を担当していることを彼は知っている。彼は自分の会社でも同様の調査をしてほしいと願っていた。岩本会長が頼むってことはよっぽど困ってるんだろうな。そうだね。お父さんも岩本会長には昔から世話になってるし、引き受けるしかないか。通常、自社の問題はある程度理解しており、転勤や臨時雇用を通じて視点を変えることができるが、突然取引先を装って働くのは難しい。いきなり取引先を装うなんて、スパイ映画でも難しいだろうな。スパイ映画からそろそろ離れて。でもそうだね、難易度高いな。でも岩本会長がどうしてもって言うからやるしかないね。そして直接会うと、岩本会長はこう言った。難しいことは承知しているが、どうにかお願いできないだろうか。ただの客としての様子を見てくれるだけでいい。頼む。かなり状況は良くないんだ。しっかり調査をして何とかしてほしい。岩本会長がここまで言うならしっかりやるしかないか。お前も大変だな。お父さんも協力してよ。こういう時にこそ家族の助けが必要なんだから。
最終的には父と岩本会長の強い説得により、私はしぶしぶその仕事を引き受けることにした。俺たちの説得に負けたな。ま、お前なら大丈夫だ。はいはい、お父さんの言う通りにするよ。でも、後で何か美味しいものをおごってね。約束するよ。でも、その前にしっかり仕事を片付けてくれよな。わかってるよ、お父さん。頑張るからね。岩本会長が私に調べてほしいと言ったのは、彼のグループに属する一流の鉄板焼き屋で、その店は一流ホテルの1階にあり、客層は国際的な要人や大企業の社長などのセレブが多い。ほとんどの客はホテルの宿泊客だが、時折外部からも予約が入る。岩本会長によれば、そうした外部の客に対して、おかみの態度が極めて悪いとの苦情が寄せられているそうだ。実はその店のおかみは渡辺遥という名前で、副社長の娘なんだ。離婚して戻ってきた彼女を、彼が勝手におかみにしたんだが、彼女の接客態度について悪評が上がっているんだ。これについて指摘しても、ただの周りの社員の嫉妬や娘に対する嫌がらせだと一蹴される。そして岩本会長は続けた。何度か社員をこっそり派遣してみたが、どうやら副社長やその派閥を通じて事前に漏れてしまうらしい。そのためか、彼女の接客に問題がないように見えるんだ。うちの息子たちと副社長の間の折り合いも悪く、手がかりがなければもっと強く出ることもできないんだよ。そういうことか。社内の派閥争いが問題を複雑にしているようだ。普通なら問題を指摘して適切な処置を取るのは簡単だけど、副社長の娘ってだけで敵対派閥の一員だから、証拠なしじゃ動けないってわけだ。副社長ってどんな人物なんですか？副社長は政治家の親族で、名家の出身だ。そしてそのことをものすごく誇りに思っていて、娘も同じく権力志向で育っている。ずっとエリートコースを歩んできた、いわば生まれつきのセレブってところだな。権力志向か。岩本会長は皮肉を込めて口元を曲げた。その権威への執着が人を見下してしまう原因になってるわけだ。権威主義のせいで離婚したってことは、その彼女はもしかして。父親のコネを使って高級店の女将に押し上げられたと聞いて、私は思ったことがあった。ひょっとして婚活を兼ねているのでは。私は冗談めかして付け加えた。しかし岩本会長は複雑な表情を浮かべて黙り込んだ。え？もしかして本当にそうなのですか？まさか冗談ですよね。そんなわけないですよね。私はつい思いついた冗談を言ったことを後悔した。だが岩本会長はがっかりしたように深いため息をついた。冗談ならどんなにいいことか。実はおかみは自分が気に入った客に個人的な連絡先を渡しているそうなんだ。これが一番の問題だ。この行為が店の評判を落とし、最悪の場合テナントを維持する立場も危うくなるかもしれないんだ。そんなの大問題じゃないですか。接客態度なんて二の次ですよ。本当の問題は、おかみが彼女の地位を悪用してセレブな顧客を店内で誘っていることですよ。そんなの信じられません。許せないですね。いやいや、二の次という言い方はちょっと。言い方をどう変えたところで事態の重大さは変わりませんよ。岩本会長が緊急に対応を求められるのも理解できます。おかみとしての役割を果たすべき人物がこのような行動をとっていれば、店の評判や信用が地に落ちます。いや、もうかなりまずいところまですでに損なわれているかもしれませんね。いずれにせよ、これは極めて深刻な事態です。急を要する問題です。要するに、見込みのあるセレブリティな客には親切に対応し、おかみが選んだターゲットにはひどい態度をとっているわけですね。
ああ、そういうことだ。全く非常識です。早急に調査に行く必要がありますね。私はすぐにその店を予約した。電話に出たのは若い男性スタッフだった。彼は副店長だろう。そのまま予約を取ってくれ。すみません。ホテルの宿泊客でなくても予約は可能でしょうか。二人で予約をお願いしますが、あさっての金曜日は空いていますか。はい。その日は席も空いておりますので、問題ありません。予約を受けたまわります。電話対応してくれた彼は驚くほど普通に親切に対応してくれた。これは女将が一人で暴走している状況かもしれないな。この男性ならば、もしかすると協力してくれるかもしれない。そう考えた私は念のためもう一度受付した男性の名前を確認し、メモしておいた。予約の日、私は友人を招いて高級な女子会ランチを楽しむ設定で、二人でその店へと向かった。食事代は岩本会長が支払うとのことで、友人も快く協力してくれた。案の定受付にいたのは私たちが視察する対象、女将自身だった。彼女はおそらく私たちを見下す客と判断し、攻撃的な態度で迎え撃とうとしていた。明らかにそのような様子が伺えたのだ。彼女からは挑戦的な視線が飛び、こちらを見下すように言葉を投げかけてきた。あらお客様、こちらはご存じないかもしれませんが、当店は非常に特別なお客様が訪れる高級店です。通常、外部のお客様は受け付けておりませんが、どうやらうちのスタッフが間違えて予約を受けてしまったようですね。説明不足で申し訳ありません。当店は料金がそれなりに高額ですが、それでもよろしいですか？今ならまだキャンセルできますよ。おかみは私たちの服装を上から下まで寝踏みするように見て、軽蔑の笑みを浮かべた。わざわざ予約したのですから、食事はこちらで楽しみたいと思います。予約を取ってくれた方は非常に親切に対応してくれましたよ。間違いなんてなかったですし、この機会を心待ちにしていたんですから。私が冷静に答えると友人も同情してくれた。そうそう、こんな素敵な場所で食事をする機会もないし、ラッキーだわ。友人は無邪気に喜んでみせた。おかみは不満そうに眉を潜め、こちらのお席でお料理はシェフのお任せでよろしいですね、と言ってきた。どうやらメニューを見せる気はさらさらないようだ。すみませんが、メニューを見せていただけないでしょうか。このような高級店に慣れていない私たちですが、何を食べるかちゃんと見て選びたいんです。あなたたちみたいな方が選ぶより、シェフにお任せした方が間違いありませんよ。まあ、それでもどうしてもとおっしゃるなら、仕方ありませんけど。彼女は高圧的な態度を崩さずに言った。そうですか。それならシェフにお任せします。私は彼女の冷たい態度に同じくらい冷ややかに答えた。あら、そうですか。勇気ありますね。私ならそんな選択はしませんけど。おかみは口を歪めながら去っていった。一体どっちなのか。言っていることがいちいち変わって私たちをバカにしているようにしか思えない。ちょっと何なのあの態度。ここって高級店じゃなくて高圧店なの？友人が呆れた声を出した。まあまあ、これも経験だよ。笑って済ませよ。私はここまでひどいおかみだと思わず失笑が出た。このままじゃ、出てくる料理がゴム製のステーキとかだったらどうするのよ。友人が冗談を言い出す。そしたら、シェフにお願いして特製のソースをかけてもらって、それで味をごまかすしかないね。いいアイデアだけど、ソースじゃゴムの味は消せないわよ。友人と私はそう言ってくすっと笑った。底抜けに明るい友人を連れてきてよかった。冷静な気持ちを取り戻しながら、女将のことをチェックすることができる。
こうして私たちは女将の無礼な態度にもめげずに、笑いを交えながら高級店での食事を楽しむことにした。食事を楽しみながらも私は注意深く女将の動向を観察していた。まず私たちへの接客態度は単なる悪態ではなく、客を侮辱し意図的に怒らせようとするような態度だった。この女将が接客した外部の客は二度とこの店に足を踏み入れることはなく、さらに悪評を広めること間違いなしだ。これは最悪の接客態度と言えるだろう。そんな中、友人が突然声を上げて笑い出した。彼女も女将のことを一緒にチェックしていたのだが、笑いをこらえるのが限界だったようだ。ごめん、笑ってしまって。こんな接客ありえないからね。安いチェーン店の飲食店の高校生バイトの方がマシな接客するんじゃないかしら。私はこっそりと友人の足を蹴って彼女を落ち着かせた。料理自体には何の問題もなく、高級店だけあって肉はとろけるような味わいだった。友人も得したように喜んでいた。しかし、女将が料理を運んでくる態度は相変わらずだ。説明一つせずに、ただ机にどんと料理を置いて去っていくだけだった。私たちはそれを割り切って楽しんだが、何も知らない他の客だったら素晴らしい料理も楽しめなかっただろう。そうしている間にも、女将の無礼な行為は十分な証拠になっていたが、決定打は会計の時にやってきた。それではお会計ですが、80万です。80万？あら、普通はこれくらいするんですが、もしかして払えないというのですか？そのような貧乏な方たちがこの格式高いお店にいらしてたんですか。おかみはまるでさらなる嫌がらせを楽しむかのように信じがたいほどの高額を請求してきた。私はその金額に驚きを隠しつつも冷静に対応した。わかりました。かなり高い金額ですし、現金では持ち合わせていないのでカードで払いますね。おかみは私が大騒ぎするのを期待していたようだ。しかしその期待は裏切られたというわけだ。そこで彼女は悔しさを隠せずにこう言い放った。あらあら、そんな無理してまで払う必要ありますか？あなたが持っているカードでは限度額を超えてるんじゃないですか？問題ありません。それより領収書をください。名前は山田のぞみでお願いします。あ、それとこのお店の名前だけでなく、おかみさん、あなたの名前も記載してくださいね。会社から問い合わせがあるかもしれませんので。なるほど、経費で落とすつもりですか。でも、80万円の食事代を会社に請求するなんて無理だと思いますよ。見たところ役員でもなさそうな身なりですし。経費が落ちなかったと、後で泣きついてこないでくださいね。彼女はさらに嫌味を言った。だが私は笑顔で応じた。大丈夫ですよ。あなたに泣きつくことは絶対にありませんから。この後泣きつくのは私ではない。あなた自身だ。私はこの一部始終をレコーダーで記録していたのだ。店に入る前にカバンに仕込んでおいたレコーダーのスイッチをオンにして、彼女の無礼な発言をすべて録音していた。友人とホテルの前で別れた後、私はすぐに隣のカフェに移り、そこで今回の状況をレポートにまとめた。父と岩本会長が岩本会長の会社の会長室にいると聞いていたので、私はその場に直行し、スマホで撮影した料理の写真と録音した音声データを岩本会長に手渡した。岩本会長と父は内容を確認し驚愕していた。なんだこれは。これは想像を超えてひどい。相手が客であることを忘れている。ここまで自分勝手に振る舞っていたのか。接客という問題を超えて人としての礼儀が欠けている。人はこんなにも悪態をつけるものなのか。私の周りにもいないぞ。もちろん私の周りにもだ。私自身も現場で体験して信じがたいほどだったから、二人のその反応は当然だ。
これだけで十分な証拠ですが、店のスタッフにも直接話を聞くべきですね。予約時に対応してくれたスタッフの名前は有岡さんで、非常にいい対応をしてくれましたよ。有岡さんはアルバイトから正社員に昇格した実力者で、予約の際に私は彼に状況を説明していた。おかみには秘密でと前置きし、遥さんの問題行動について会長が懸念を抱いていること、そして協力を求めたのだ。私は有岡さんに宿泊客以外からの予約があったことをそれとなくおかみに伝え、彼女に当日の受付を担当してもらうよう頼んでいた。そのおかげで遥さんは会の客が来ると認識していて、私たちを迎え撃つ準備をしていたのだ。その結果、彼女の劣悪な接客態度をしっかりと確認することができた。そうだ、彼は日々店の様子を見ているから、私が頼めば実際の状況を教えてくれるだろう。連絡してみるが。そう言って岩本会長はすぐに店へ電話をかけた。彼は書類に誤りがあると偽って有岡さんに至急会長室へ来るよう依頼した。店からは20分ほどの距離だ。岩本会長と私が情報を整理している間に有岡さんが到着した。遅れてすみません。彼は私を見て何かを悟ったような表情を浮かべた。先ほどの女将の対応、本当に申し訳なかったです。彼はすぐに謝罪した。どうやら自分が呼ばれた真の理由を理解しているようだった。話すべきことは何ですかと彼は笑顔で尋ねた。そして彼が提供した情報は驚くほど有益なものだった。有岡さんは遥さんが接客した客のリストを持ってきて、その中で彼女が個人的に連絡先を渡したと思われる客を特定していたのだ。この店の名誉をこれ以上汚すわけにはいかないんです。おかみには何度も注意したけれど受け入れてもらえなかったんです。本社に訴えても副社長の管轄だと言われてしまい、逆に副社長からは反逆者扱いされてしまいました。いっそのことをもうやめようかと思っていた矢先、会長が介入してくださると聞いて希望が持てたんです。やっと私の努力が実を結ぶかもしれません。彼はそのように語った。副社長の一方的な人事がなければ、実力的には有岡さんが店を運営すべきだったはずだ。彼は遥さんによって店の評判が落ちていくのを耐えかね、自分で資料を作成し、社長や会長に直接訴える準備をしていたのだ。有岡さんが持ってきた名簿には、岩本会長や私の父の知り合いも含まれていた。そのため父と岩本会長はリストに載っていた人々に直接連絡を取り、鉄板焼き店での異常な出来事を探った。帰ってきた回答は予想外だった。信じられないことに、注文もしていない料理がサービスとして次々と提供されていたらしい。もちろんその料金は請求されなかったとか。そしてその代わりかのように、帰り際に女将から個人的に連絡先を渡され、またお会いしたいですね、もしよかったら連絡してください、個人的にいろいろとお話ししたいんですと言われたとのこと。こんなことがあるなんて、まるでクラブの接待みたいだ。でもこんなにサービスが過剰で個人的に誘われたとしても、それを直接苦情として伝えるのも変だろう。そう笑いながら語る人もいたが、店としては顔から火が出るほどの恥ずかしい対応だった。岩本会長は怒りで震え、君はこんな屈辱を何度も味わってきたのか、申し訳なかったとつぶやいた。有岡さんは拳を強く握り耐えていた。岩本会長は深呼吸をして冷静さを取り戻すと、副社長をここに呼んで店の従業員も全員集めてと秘書に命じた。今日この問題に決着をつけるぞ。岩本会長はそのように意気込んだ。それから会長と秘書が社員たちを待っている間、私と有岡さんはモニタールームからその様子を見守った。
やがて全員が制服姿のまま急いで別室に集まった。はるかさんと副社長以外の従業員はこの日が来ることを知っていたかのように覚悟を決めた表情をしている。突然の呼び出しで申し訳ない。まずはこれを見てくれ。岩本会長が言い、私が作成した資料のコピーを全員に配った。資料を読んだ従業員の表情が苦悶のものに変わったが、はるかさんと副社長は怒りで顔を赤くした。はあ？何よこれ？おいおい、どういうことだ？はるかが客を口説いた？ナンパしてる？こんなの全くの事実無根だろ。そうよ。私がこんな接客をするはずがないわ。名誉毀損よ。会長、これは一体何ですか？まさか娘に対する誰かの嫌がらせでしょうか？こんなの絶対に許せないですよ。はるかさんと副社長が憤慨する。副社長は彼女を守るように怒鳴り散らした。これは明らかな捏造だ。突然娘がお上にされたことに皆が嫉妬しているのだろう。こんな仕打ちを受けるなんて許せない。みんなをクビにしてやる。その場の緊張が一気に高まる。だが岩本会長が厳しい目で二人を見据えて静かに口を開いた。ああ、これが捏造だっていうのか。そうですよ、捏造に決まってます。私はこんなことしません。みんな私が急にお上にされたのが気に入らないんでしょ。誰がこんな陰謀を企てたのよ。本当に許せないわ。はるかさんは激高し、自らが不当に攻撃された被害者だという立場を懸命に訴えた。しかし岩本会長はその言葉を一蹴し、彼女を厳しく叱責した。もう見苦しい真似はやめろ。証拠はここにある。そう言いながら別室で監視していた私たちを部屋に呼び入れた。有岡君、のぞみさん、こちらへどうぞ。私たちを見た瞬間、はるかさんは驚愕の表情を浮かべた。あなたもしかして今日の昼の客？それに有岡まで。まさか二人が結託して私を陥れようとしてるのね。会長、どうしてこんな貧乏人の言うことを信じるのですか？そうだ、わかったわ。きっと二人は恋人同士で私がお上になったことを嫉妬してこんな計画を企てたのよ。そうやって彼女が叫んだ。岩本会長は冷静に、うるさい、もういい加減にしろと一喝した。彼女はな。岩本会長が私の正体を彼女に告げる。はるかさんは私が実は主要取引先の会長の娘であることを知り、口をパクパクさせた。え？丸々会社の会長の娘？私は笑顔で挨拶した。すみません、私貧乏人じゃないんです。ただのランチで80万も請求されましたが、領収書は岩本会長に証拠として渡していますよ。料理の写真もバッチリ撮ってありますが、これが80万円もするとは思えませんね。私はそう言い、スマホで写真を見せながら説明した。こんな過剰請求、一体全体どういうつもりだったのかね。岩本会長が問い詰める。はるかさんは慌てて、いや、それは8万円の間違いでした。後で返金しますね、と弁解した。その時、私はレコーダーを再生させた。それではお会計ですが、80万です。80万？あら、普通はこれくらいするんですが、もしかして払えないというのですか？そのような貧乏な方たちがこの格式高いお店にいらしてたんですか？わかりました。かなり高い金額ですし、現金では持ち合わせていないのでカードで払いますね。あらあら、そんな無理してまで払う必要ありますか？あなたが持っているカードでは限度額を超えてるんじゃないですか？はるかさんの悪態が次々と流れていく。止めて、と彼女は叫び、頭を抱えてうずくまった。その様子を見て、副社長は愕然とした。まさか、本当に、これまでの訴えが全部本当だったのか。
おい、はるか、捏造だと言っていたのは嘘だったのか。お前は私の顔に泥を塗るつもりか。一体どうしてくれるんだ。そうやって怒りをあらわにする副社長。そこで他の従業員が口々に遥香さんの横暴な行動や女将の地位を利用した無茶苦茶な管理を暴露した。彼女のせいで私たちが築いてきた信用も信頼も地に落ちました。副社長はろくに事実を調べもせず女将に逆らうのかと私たちを責め立てました。これは副社長の責任も大きいのではないか。従業員たちの意見に岩本会長がうなずく。その通りだ。娘をかばうあまりに無理やり女将に据え、彼女に自由を許した君の責任は重い。その結果、彼女は店の客をターゲットにして女将のサービスと称して料理を勝手に振る舞い、帰りには個人的に連絡先を渡していたそうだ。客の証言もある。店を婚活場にするつもりだったのか。恥を知れ。おそらく過剰請求した金はサービス料金の穴埋めにしていたのだろう。これは水増し請求と業務上横領にあたるだろうな。岩本会長の言葉に遥香さんと副社長は顔色を真っ青に変えた。おい、そんな横領の話は聞いていないぞ。私が横領なんてありえないわ。それは単なる誤請求だったの。そんな非難は受け入れられないわ。ただの間違いなのに、まさか本気で訴えるつもりじゃないでしょうね。私は彼女に向けて意地悪な笑みを浮かべながら彼女が捺印した領収書を示した。80万円と実際の料金の差額がどれくらいか考えてみたらどうですか。クレジットカードで支払ったから、その証拠はカード会社にも残っていますよ。録音した音声もあるしね。はるかさんは悲痛な声を上げて私にしがみついてきた。止めて、お願い。これ以上は、ごめんなさい。返金しますから、それだけは許して。副社長も彼女をかばった。これ以上追及されたら、娘の未来が。だからここはもう少し、穏便に行かないか。そんな二人を岩本会長が止める。処分は後で決める。とりあえず二人は自宅待機にする。だが、穏便にはしないから。そのつもりでいてくれ。そう言われ親子は床に崩れ落ちた。二人を連れ出すように秘書に指示した後、岩本会長は残った店のスタッフに深々と頭を下げた。皆には迷惑をかけた。遅くなってすまなかった。この店の名誉を取り戻すから協力をお願いしたい。有岡君、君に店を任せてもいいかな。はい、名誉回復に努めます。有岡さんが力強く答え、その言葉に店のスタッフから歓声が上がった。彼らは次々に有岡さんの元に集まった。よかった、店を辞めようかと思ってたんだ。これで安心だね。これからもよろしくね。そうやってみんな彼の肩を叩いた。有岡さんは信頼されているようだ。彼なら店を立て直せるだろう。私もほっと一息ついた。翌日、どうやら予約名簿で調べたらしく、女将から私の携帯に連絡が入った。きっと助けを求めているのだろうと思ったが、当然ながらその番号は無視した。その後、留守電にはメッセージが残された。最初は、どうか会長に取り計らってもらえませんかと懇願する調子だったが、次第に、これはあんたのせいだ、復讐してやるから、無視したことを後悔させてやる、という脅迫めいた言葉に変わっていった。これらのメッセージをそのまま保持しておいた結果、彼女はただ解雇されるだけでなく、さらに痛い目に遭うことに。彼女は解雇だけで済まず、警察には通報せずとも会社からはきちんと損害賠償を請求された。過去の過剰請求された金額に関しては調査が行われ、返金が可能な部分には返金処理がされた。また、過剰に提供されたサービス分についても相当な弁済が求められ、
さらに店の名誉を傷つけたとして損害賠償が加算されたそうだ。総額は約1000万円に上った。さらに私への慰謝料も加えられ、実際にはその金額が依頼報酬を上回るほどだった。今回の依頼は私にとってかなり有利なものとなった。それにしても遥さんがその巨額の賠償金をどう返済するのか考えるだけで頭が痛い。頼みの綱の彼女の父も同じく解雇され現在は無職だ。そんな二人の将来を考えると思わず苦笑いしか出ない。一方、私は父の会社を辞め新しく会社を立ち上げることにした。お前、ついに俺の会社を見捨てたのか。何言ってんの、見捨てたわけじゃないよ。自分でビジネスを始めたの。形式的には父の会社の子会社ではあるが、私が設立したのは企業向けに社内調査や視察を行う調査会社だ。当面の主な取引先は父の会社と岩本会長の会社の関連企業だが、それでもかなりのクライアントがいる。自分が父のビジネスを継ぐとは思わず、新しい会社を立ち上げるとは夢にも思わなかった。正直、お前が新しい会社を立ち上げるなんて夢にも思わなかったよ。そうだろうね。お父さんは酔っ払うといつも会社を継いでくれって言ってたから、逆に反抗してみたくなったの。なーに、ただの反抗期で起業したのか。そんなんじゃないって、自分の力を試したくなったの。岩本会長からの依頼を成功させたことで、他の企業からも依頼を受ける自信が湧いた。岩本会長の依頼を成功させたのはすごかったな。お前も成長しているってことだな。ありがとう、父さん。小さな子会社だが、これで自分も独立した経営者だ。自分の会社が調査対象にならないよう、しっかりと経営していくつもりだ。小さな子会社でも独立した経営者ってわけだな。そうだよ。だからお父さんの会社が調査対象にならないようにしっかりやるつもりだよ。お前、俺の会社を調査するんじゃないだろうな。まあ、それは秘密ってことで。おい、冗談じゃないぞ。安心して、お父さん。まずは自分の会社をしっかり運営するからさ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。